株式会社ロータスグループは、かつて存在していた、日本の AV 事務所である。ロータス東京、ツートッププロ、エンプレス、アースプロモーションの4部門があり、そのうち、アースプロモーションは、業界初の熟女、若妻専門プロダクションである。また、札幌、名古屋、福岡に支社を持ち、それぞれ、ロータス札幌、ロータス名古屋、ロータス福岡として、 地元主体の営業活動を行っている。モデル在籍数、会社規模、売上高などから業界最大手と言われている。2008年には取引先に対し一斉に無修正作品への使用禁止確認書、モデルの個人情報保護確認書、引退モデルの作品二次使用に関するお願いの書類を送り、逆輸入無修正作品反対、モデル保護の姿勢を打ち出している。 2009年からストップエイズに関するイベントを毎年行い収益金を財団法人エイズ予防財団へ全額寄付するなど性を扱う業界の責任として啓蒙活動を行っている。2011年の東日本大震災の際にはジャストギビングジャパンを通してスタッフやモデルなどでの募金活動を行った。しかし結局はな管理体制や ロータスグループ自らが起こした不祥事により、さらに強引に AV 出演を強要したなどとして捜査が入り、2018年現在閉鎖していると報じられている。詳細はカテゴリー過去のロータスグループ所属者を参照。ありがとうございます。